はい、皆さんこんにちは。格闘技ボクシング情報チャンネルです。今日は12月21日に、発表された追加対戦カードについての勝敗予想をしていきたいと思います。では行きましょう。はい、まず一つ目は平本蓮対 X ですね。平本蓮、まさかまさかの出場で、怪我のためボクシングルールでの、エキシビジョンになるっていう風な、形で発表されてると思うんですが、 X 誰が出てくるのでしょうか。いろいろ噂されていますが、久保優太選手なのか、ヤーマン選手とかもあんのかなとかっていろいろ言われてると思いますが、私は大穴でフリーのタケル選手、エキシビジョンで出てきてくれないかなっていうのが、私の希望でもあり予想でもあります。これ当たったら大穴ですよね。という感じで、まあ、勝敗はエキシビションなのでよくわかんないですが、もしタケル選手が出てきてくれたら面白い試合になるんじゃないかなと思います。はい、続きましては、雄姿選手対中澤達也選手です。雄姿選手は、盛り上げ役っていう感じですね。で、中澤選手は宴の代表ということで、ただ、会見では練習してないって言ってたんで、雄姿選手の、KO勝ちと予想します。簡単に終わっちゃいましたね。でもそんな感じになるでしょう。はい、続きましては、鈴木千尋選手対中原良樹選手です。これ、結構勝負論あるカード組んできたなと思います。鈴木選手はここ勝ち上がると本当にトップ戦線。で、中原選手はもともとはワンで活躍して実力派なので、まあ、ここでしっかり勝って上に上がっていくっていうような感じで、まあ、どちらも勝った方がトップ戦線に入っていくっていうような試合になると思います。うん。で、中原選手も打撃が得意。まあ、鈴木選手はもう文句なくノックアウトのチャンピオンなので打撃が得意な選手。まあ、二人とも組もできるんですが、私の予想は、私鈴木選手大好きなんですけども、ここはやっぱり総合力で勝る中原選手が有利なんじゃないかなと。まあ、爆発力としては鈴木選手の方があるんですが、よく見て戦うタイプなので、中原選手はやりやすいんじゃないかなと、思います。中原選手はどちらかというと待ちの、打撃の選手なので、まあ、じっくりこう、技術、勝負になると中原選手に務めがあるんじゃないかなと。あと、やっぱり二人とも、組もできますが、中原選手はワンでも活躍した通り、組しっかりできるので、まあ、総合力的に見ると中原選手が有利なんじゃないかなというのが私の予想です。なので、判定で中原良樹選手の勝ちを予想します。でも鈴木選手好きなんで頑張ってほしいなって思いもあります。頑張って。はい、続きましては、ルイス・グスタボ選手が怪我をしてしまった関係で、ジョニー・ケース選手との試合が欠場になったので、ジョニー・ケース選手対、タイソン・ノブイズ選手です。タイソン選手は、まあ、今回で言うと、宇佐美翔パトリック選手に、判定勝ちをしたっていうような、選手で実力派な感じですね。ライジンではトフィック・ムサイフが初来日した時の相手として、戦ってきたんですが、まあ、しっかり戦うことができる、海外戦にもパワー負けしないですし、このパワーが売りで戦っていける素晴らしい、強い日本人選手だなという印象です。ジョニー・ケス選手は、まあ、レスリング中心で打撃も、ボクシングの試合に出るような打撃も上手な選手なので、グスタボみたいにガシガシ攻めてくる選手より、逆に、信光選手みたいな、組も入れてくるパワー系の選手だとやりやすくなったんじゃないかなっていうような印象があります。打撃はジョニー・ケス選手が有利で、組んでも、レスリングの力も十分あるので、まあ、消耗戦みたいな感じの試合になるとは思うんですが、ケス選手がペースを取っていくっていうような感じになっていくんじゃないかなと思います。なので、まあ、打撃で有利、ダメージをコツコツ、相手に与えていって、組の展開ではしっかり対処していくっていうような感じで、3ラウンド、ジョニー・ケス選手、KO 勝ちを予想したいと思います。はい、というような形で予想させていただきました。平本蓮選手の相手は当日発表ということで、楽しみですね。前回の時は柴田選手が X 戦っていうので、平野選手が出てきたっていうところで、結構試合自体も面白くなったので、平野選手誰とやるのかなっていうのはすごい楽しみになります。今年も大晦日、毎年恒例の格闘技が近づいてきました。私もこういう風に予想を上げるのはとっても楽しみで、ワクワクしていて、当日見るのが楽しみです。皆さんも、どのような、私の動画見てどのようなご感想を、持ちましたでしょうか。コメント欄などで教えていただけると嬉しいです。この動画が良かったと思ったら、グッドボタンを、そしてチャンネル登録などしていただけると、嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、いよいよでしょう。